どうも、竹丸です。今回はですね、こちらバンダイから発売されました HG アメインゴーストに挑戦したいと思います。中身ですが、こちらちょっと青みが入ったようなグレーでしょうか。こちらのランナーが1枚パーツがついてます。そしてこれはガンメタまでいかないのかな。でランナーが1枚2枚です。そしてこれは小豆色まではいかないのかな。赤っぽいランナーが1枚2枚です。そして、説明書、シールになります。はい、はい。今回はですね、一応説明書になるべく近い色で塗ろうかなとは思ってるんですけど、この腕の爪ですね、なんか通常は赤っぽくて、技を発動すると青く光るみたいなんですけど、手首の付け替えかと思ったらそのままなんですよね。なんか再現する場合はシールを貼ってくださいって書いてあったんで、前回バットマンの時にですね、使ったメタリックブルーですか、ブラックライトで光るやつ、あれを使って塗ってみたいと思います。まず最初はですね、こちら左手の指のブルーのところ、こちらから始めていきたいと思います。目のところですね、ブラックライトで光るようにしたいんですが、蛍光レッドですね。ちょっとオレンジ気味なんですけど、ちょっとこれで吹いてみたいと思います。したものがこちらになります。セミグロスクリアを拭こうと思ったんですけど、このままでもいい感じですね。
では爪の続きです。黄色です。こちら吹いていきます。
HG アメインゴースト完成しました。よろしければチャンネル登録やいいねもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。